さて、今回はステアケース、いきなり武田選手がやっています。このステアケースとは何なのかについてやっていきます。はい、柴田明選手にもやってもらいました。まずどうやってステアに挑むのか、ここからスローモーションで開けてフォームを作り、押さえて立てます。バイクを完璧ですね。押さえが効いてます。いや、これだけ開けれるのは本当すごいですね。全開機のコントロールが半端じゃない。完璧です。すごい。お次は武田選手のライディングですね。同じベルティゴのバイクなので比較はしやすいと思います。まあ、ちょっとあの武田選手のバイクパワーがね、落ちていると思うんですけど、まずちょっと前に重心を入れ、体を遅れないようにしてますね。で、最後の思いっきり踏み込んで、バイク立てるのがめちゃめちゃうまいです。で、この押さえがすごい。本当に。で、これもちょっとね、うまくまだいけてないんですけど、かなりやっぱうまいなと。まずは普通の速度でご覧ください。成功編ですね。すごいですね。押さえもスピードも。スローにしました。開けます。もう全開ですね。この時にはもう全開になってます。全開になって、ハンクラで調整して、目の前まで行った瞬間に思いっきり踏み込んで、瞬間的にバイクを立てます。そしてこういう大きい岩は面を走らせたいので、なるべく飛ばずに下に当てて、押さえ込んで登ります。いや、完璧すぎます、本当に。特にこの武田選手の何がすごいかと言いますと、やはりまずはこのバイクの立てる技術ですね。瞬間的に立てて、そしてステアケースに対しての押さえ方が特に素晴らしいと思います。これはさすがですね、本当に。僕も挑戦しました。まあ今回こういうのは僕正直苦手でして、やっぱやっておかないとなかなか克服できないので、瞬間的に立てれたんですけど、バイクはここからやっぱ体がね遅れちゃって、あと開けが足りてないですね。最後までダメでした。通常再生でいきます。これは先ほどよりは勢いはうまく乗せれたんですけど、体が伸び上がってしまいました。これは成功編ですね。まあ、通常のスピードでご覧ください。なんかうまくいきました。ちょっと正直あんまりよくわかってないです。詳しく見ていきます。ね、ちょっとスローモーションにもうすぐなりますので、ここからですね、僕も自分ではよくわからなかったのですけど、体が遅れないようにちゃんと前に重心が移動していて、やっぱ沈み込む瞬間はだいたいみんな一緒ぐらいの場所で、で瞬間的にバイクを立てに行って、当たった瞬間の押さえがやっぱ重要になって、これでまだ体遅れてなくてうまいこと走れました。はい、今回はステアケースについてちょっと絞ってやりましたけど、正直ステアケースでもいろんなパターンがあるので、僕はちょっとこういった今回の大岩で面を走らせるのはちょっと苦手なので、やっぱり克服できるようにちょっとでもやっていかないとなって思ってます。まあ、あとやっぱライディングは人それぞれ違うので、何がいいかっていうのはちょっと僕もわからない部分はあるんですけど、そういった部分もいろいろ考えながら練習に取り組んでいきたいなと思ってます。まだまだですので、もっともっと安心して挑めるように頑張ります。見てくださった方々ありがとうございました。全日本も近いので頑張ります。ありがとうございます。